コーヒーは悪魔のように黒く、地獄のように熱く、天使のように清く、恋のように甘く。これは19世紀のフランスの政治家で美食家としても知られるタレーラン・ペリゴールの名言である。 JR 芦屋駅ラポルテ本館1階にお客様を迎える芦屋コーヒー社のショップカードには、開店当初からこの文言が刻まれている。なんとも同店のイメージにふさわしいフレーズではないか。上品で落ち着いたフロアを満たすのは、耳に優しいクラシックと心癒されるコーヒーの香り。絵画や骨董品といった美術品が配されて、季節ごとの入れ替えを心待ちにされているお客様も数多い。丁寧にハンドドリップするコーヒーは格別で、コーヒーの専門技能国際資格9グレーダーを持つオーナーの目利きで仕入れるスペシャリティコーヒー豆を自社焙煎したカモセスペシャリティブレンドや、香り高いエチオピアはぜひ味わっていただきたいおすすめの一杯だ。